もうこういうのが全てここに現れてるのかなんですね、僕の人生が。五木ひろしさんのようななんか演歌歌手、歌手になりたいなっていうのがあって、楽器も弾けてお芝居もできて歌も上手で演劇学科っていうのがあるので そこを目指しました。日芸に入った時にクラスの人気者のエリート集団がバーンで一気に集まってくるような、全国の。僕なんかめちゃくちゃおとなしいっていうか、周りの人に圧倒されてるばっかりでした。その一人は友でしたけど、結婚式で歌ったら事務所の方に声かけていただいて、お笑いやらないかっていうところからですね。お笑いなんて考えたことなかったですけど、やってみようっていうところがきっかけですね。たまたまですよ、たまたま。なんでだろうができたんですよ。友がなんでだろうのメロディを考えたんですけど、なんか動きあった方がいいよねって、おおていいじゃんこれでっていうような、わーってなんか降りてくる。オーディションがいろいろ受かるようになったんですよね、はいはいはい、漫才とかコントやっててダメだったのが、なんでだろうができた途端に急になんかいろんなライブに呼んでいただけるようになったので、テレビに出ることも決まったりとかして、わーって広がって、その延長ですよね今も。よしこれはこうやっていくんだ、俺たちはこういうスタイルでいくんだ、こういう目標を持っていくんだみたいなところをすごく二人で一生懸命考えたわけではなく、なんとなくこう流れが自然と二人がこうなんかそのレールに乗っていくじゃないですけど、授かったみたいな。未だにでもなんでだろうさんのおかげでありがとうございますって思ってますけど、感謝してますけど。迷ってもいいじゃん、そんな別にそんな決めなくてもいいじゃん。打ち込めるものがあって、好きなものがあって、一生懸命取り組んでたら、きっと自然にそんな自分が意識しなくても、その道は自然とできていくものなんじゃないって。